おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ、インターネット上にはね、いろんな言葉が溢れてるわけなんですけども、その中で私が今回ね、取り上げたいのは、老害という言葉なんですよね。まあ、老害という言葉の意味は私よくわかりませんけども、まあ、お年寄りをね、ものすごく卑下する言葉として使われるんではないかなと思います。私はこのね、老害に対して、老益、老人のね、利益というふうな言葉をどんどん広めているわけなんですけども、先日もですね、勝山、安次郎さんにこの老益という言葉を取り上げていただいて、まあ動画の方とかね、作っていただいたんですけど、本当ありがとうございます。この老益という言葉っていうのは、まあ、たくさん意味が含まれてるんですけど、私は2つに集約されてると思うんですよ。一つは戦争を終わらしたという利益。もう一つは高度経済成長を成功させたという利益ですね。この2つの恩恵に私たちはもう無尽蔵にね、預かってるわけなんですよ。まあですんで、お年を召された方っていうのは一方的に敬意を集める対象にはなるのかなと思うんですよね。ただやっぱりね、せっかく頑張って若い時代をすりつぶして、50代、60代、そして70代、80代となったのに、実際に年齢を重ねて夢のような老後があるのかどうかっていうと、なかなかそうではないんですよね。社会保障費が、長い間積んできたのに十分に返ってきてないっていうのは、今の70代、80代の方が最も感じてられていることではないかなと思いますけども、そういうこととかね、例えば自分の人生をずっと過ごしてきたんだけども、なかなかね、自分の人生を意味あるものとして見てくれる人がいない、いわゆる老害という言葉ばかりは、こうなんですか、拡散されてですね、老益という見方を見てくれる人がいないっていうことがあるんではないかなと思うんですよ。さあ、それでですね、ここで、老益というものをどのようにひらめていくかっていうことをちょっとね、提言したいんですけども、主にはね、60代から70代以上の方ですかね、ちょっとメッセージを送りたいのは、そのインターネットを使ってほしいんですよ。インターネットを使って自分たちの長い人生の中の知恵とかね、経験とかね、それから本当にね、こう、この難しかった時代をどう切り開いていたのかっていうことを、まさにね、老益として私たちに広めてもらいたいと。それを最後の遺産としてですね、最後の仕事としてやっていただけたら本当にいいなと思うんですよ。ただ残念ながら、インターネット、スマホにものすごくね、抵抗感を持っている方が多いのも事実なんですよ。そうなると、せっかくの老益が広まらずに、本当にね、今まで通りなってしまうんではないかなと思います。そして今の10代20代の方っていうのは、70代80代の方を見た瞬間っていうのは、過去のことが分かりません。見た瞬間に70代であり、見た瞬間に80代なんですよ。ですから、若い頃にどれだけね、第一線でやってこられたのか、どれだけ社会を変えてきたのかってことを気づきにくいんですよ。まあ、そういう意味でも、老益というものを広めていきたい、私のこのね、考え方にちょっと賛同していただける方は、インターネットを使って YouTube で話したりとかね、ブログで書いたりとかして、私たちにその先人の知恵っていうものを授けていただければ幸いかなと思います。今回の放送は以上でございます。それでは、いってらっしゃい。